Attention everyone! Perfume Locks, starring Perfume. たくさんの生徒からの依頼、かしゆかばあさんを研究せよ。今年もこの季節やってきましたね。やってきた。まあでも今年なかなか年末年始帰省ができないですからね。そうなんよね、うん、なので今年はオンライン帰省したいと思います。え、ばあさん繋がっとるん？いやどうだろうね、呼んでみようか。せーの、かしゆかばあさん。わからなかったけど、映像も音声も一応ちゃんと繋がっとるね。繋がっとるよ。なんか二人今日顔が小さいの。ちっちゃい顔したんじゃ、なんか体が小さくなって痩せ細ってしまって。あ、ばあさん、それあのね、画面上だからだと思う。画面上に映ってる私たちだからだと思うよ。え、ばあさん大丈夫？しもってからに、うん、それ聞こえたよ。あ、大丈夫か。大丈夫、それ画面じゃけじゃわ。あね、ばあさん、私らね今東京おってから、オンライン上でつながっとる。オンライン、うん、難しいことばあさんにわからんの。え、あ、ほんま元気なったらそうでいいよ。これじゃばあちゃんどうやってつながってこれたんだろう。あ、だって誰がえ、誰が言ったん。ばあさん、あのパソコンわかる？今ねパソコンでつながってんのわかる？バイタン、パソコンな。そうそうそう、必要だって言うんだけど、うん、あーって近所のスーパーで買うしかないじゃん。スーパーで売ってんの？あってよかったよ。スーパーだ。あ、じゃあもうそのまま。スーパー、じゃあスーパーの人がそこあのセッティングしてくれたんかな。ほいほい、そんなことよ、ほら、うん、お雑煮あるか食べる。お雑煮、あー、やっぱ分かってないね。あの、うん、食べたいんだけど、ね、オンラインで食べれないのよ。うん、そこにあるものは。ばあさん、話変えようか、ばあさん。で、ばあさんは、じゃあ、年末年始何してた？最初のしよ、大晦日か紅白探し見とったぞ。あ、紅白探して、見てくれてありがとう。紅白も出とったんだ、今年。出た出た。そうそう。あれ、なんじゃ、あの、洋服が変わってかよ。ほら、いるよ、ちゃんと。あれ、服変わったよ。イリュージョンいうやつかな？イリュージョン。まあね、イリュージョンに見えたかも。イリュージョンか。ってやつか？そんなにすごいもんに見えたんだ。ありがたいね、なんか。ありがたい、ね。うん、そっちで盛り上げてもらって。13年連続13回、うん。あ、そうそうそう。素晴らしいの。13回。いや、見たんじゃない。ね、見てくれてた。ありがとう、ばあさん。嬉しいよ。ありがとう。ありがとう。そうじゃ、今年もお年玉の代わりに、かしゆかばあさんの肉汁を用意したことに。二人と引いてみんちゃいな。待ってました。これ、お年玉の代わりなんだ。かわいい、かわいい。まあ、でもこれ、オンラインなんよね。確かに。引くっていうのちょっと、引くっていうのちょっと難しいから。引く？うん。引くってなんじゃ？あ、ね、ばあちゃん、じゃあ、あの、一番右のやつ、右がいい。ばあちゃん、右。うん。はい、ばあちゃんの、今年の運勢は、お大吉じゃん。あ、やったー！ただしの、ただし。ポポちゃんのお仕事には気をつけるんだ。しっかり撮影するようになってきたら、うん、契約のことを考えるんだぞ。え、あ、おみくじってそんなことまで書いてあるの？契約？なあなあで仲良しで仕事したらいかん。なあなあで仲良しで仕事したらいかんだって。気持ちに問題になるけど。すごくない？まあ、確かに、あーちゃんのね、飼ってるワンちゃんのね。気をつけるんじゃ。そこまで書いてあるの？なんかどこの撮影に行っても、ポポちゃん連れてきてもらえませんかとか言って、ポポちゃん映るのダメですかとか言って。社長が来とるぞ。そうなんだ。そこは契約を結ぶんじゃ。ちゃんとした方がいいんじゃね。2021。あ、ばあさん、ありがとう。2021気をつける。すごいな、やっぱ。毎年すごいな。あ、ありがとう。じゃあ、ばあさん、のっちは、一番左のやつにするね。左の、うん、あ、のっちの今年のお店を、お、大吉じゃん。大吉まただただし、冬服の断捨離は冬が終わってからじゃ。冬の前にやって服がないいうのを繰り返しとるぞ。あんた何度やるんや。何でしたん。確かに断捨離のタイミングは気をつけること。確かにいいの。
わかった、ありがとう。去年もやってて。毎年やるんじゃないよ。待って、この冬も、そうそう、まあ、新しい上着買おうと思って、全部捨てたんだよね。うん、そしたらなくなっちゃって。全部はいかん。冬服を買いに行く冬服もなくなっちゃったから。何を言うとるんや。やばいじゃろ。今、人からもらったダウンジャケットしか着てないっす。もう、気をつけ。デサントさんの感謝だよ。感謝感謝。デサントさんのダウンがなかったら、マジノッチアウター一個もなかったから。マジで。大人なんだから気をつけ。うわぁ、気をつけるおばあさん、ありがとう。笑える。あ、じゃあさ、カシウカの分ももらってっていい？あ、そうしようか。いいぞ。じゃあね、カシウカのは、真ん中のやつ。はい、あの、カシウカの今年のお嬢、これは大好きじゃん。いやー、よかった。大好き。あー、ただしの、靴が増えたから言うて棚を増やすんじゃないぞ。あ、足は2本なんじゃ。そうなんだ。棚を増やしたら家がどんどん狭くなっていく。気をつけること。うわ、これは伝えとってくれ。それ靴だけでいい？この間デニムをものすごい数もらっとったよ。あの子は捨てることより増やすことしか考えてない。その時にもね、足何本なんて聞いたんだけどね。あの子縦に積むことしか考えてない。のっちを見習って断捨離することを教えたってあげて。ああ、おみくじ出てるんだからね、うん、間違ってないね。しっかり伝えとくわ。うん、伝えとってくれの。ああ、ありがとう。じゃあ、うん、ばあさん、ありがとう。そろそろ退出するわ。うん、帰ろうけ。おじょ、うん、あれ、お嬢に食べてきたのか。あ、お嬢にね、今来たばっかりなのにから。食べたかったけどね。あ、おせち持ってくか。うん、行こう。いや、だけどおせちとか持ってけんのよ。お前、くじきんとん作ってるぜ。あー、食べたいけど、それちょっと送ってくれる？うん、行ってないんよ、そこには。送る？うん。送るは送るだろ。送る？送るはわかるでしょ、ばあちゃん。すごいアナログのやり方。どこだ？あ、だって、来てないんだけど。うん、じゃあね。またね、ばあちゃん。また、またね。元気でね。おまたのー。最高。ゆかです。のちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。さあ、新年最初のパフュームロックスです。やーい、明けおめ、明けおめ、明けおめ。年末は紅白歌合戦出場させていただきました。はい、はい、見てくださった生徒の皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございました。ものすごい緊張の中立ったステージですので、はい、これはぜひね、皆さんからの感想をお待ちしておりますよ。はい、はい、どんな状況で見たとか、うん、こんなとこあったよねとか、うん、だいぶマニアックなところでもいいですので、うんうん、気がついた生徒のみんなの気がついたとこ送ってください。 Perfume の書き初めを研究せよ。来ました、毎年恒例の研究です。はい、新年ということで、今年の目標を書き初めしていきたいと思います。はい、はい、ちなみに昨年何を書いたかというと、うん、カシウカが行動、あーちゃんが輝くの漢字一文字、どっちが進むの進漢字一文字でした。はい、ほうほうほう、達成でした。達成はちょっともう予想だにしない世の中になったから、まあね、まあ、その中では達成してるんじゃないでしょうか。うん、状況が変わった中ではね、うんうんうん、そうだね、うん、じゃあ今年も書きましょう。はい、できました。はい、できました。できた、できた。じゃあ一人ずつ見ていきましょうか。はい、はい、じゃあ私、はい、はい、あーちゃん、あーちゃんからいきます。はい、私はドドン、嬉しいという字を書きました。わあ、うん、あー、ちゃんはもうない。ああ、あーです。簡単し、みたいな。ああ、やってます。嬉しい。ああ、嬉しい。ああ、嬉しい。ああ、嬉しい。なんかそういう風に言って過ごしたいなと思いました。うん、嬉しいって言って、女喜ぶって書くんですよ。うん、
だから二人を喜ばせたいなって、うん、あ、私たちそこの女に入ってるんですね。はい、そしてやっぱ自分たちのね、あの家族、うん、母さん喜ばせたいなってのもあるし、うん、嬉しいなってなんか言えるようなことがたくさん起こる年にしたいと思っています。はい、素晴らしい、はい、あやかります、お願いします。じゃあ、かしゆか、はい、私はじゃん、納得。うわー、あの誕生日の時の最後までやってみると同じ内容なんですけど、うん、最後までっていうか、あのトータルして自分が納得するまでやってみたいっていう、なんかこう、うん、自分の中でその物語を完結ちゃんとさせれるような納得、あ、こうなったらこうなるんだって自分が納得できるようなところまで頑張ってみたいっていう、うんうんうん、どんな些細なことでもいいし、なんかこう長いロングスパンのことでもいいんですけど、いろんなことにこう自分が納得して物事を進めていけたらいいなと思って書きました。かっこいい、うん、相対的な話じゃなくてね、自分の中でってことね。うん、うん、なるほど。なるほど。素晴らしいです。はい。じゃあ続いてのっち。最後のっちは、言霊です。うん。すごいね。もう魂が入ってるよ。宿ったやろ。宿ってるよ。もう筆の指のもう震えがすごいのがもう映ってる。これ、なんか2020年の年末にテレビとかね、いろんなところで、言霊の力をすごい感じたのよ。うん、あの他人の話なんだけど、うん。なんかそれを見てて、なんか、大会だったりとかでね、それを見てて、なんか、2021年、そのようなものが大事なんじゃないかなってすごい思ったの、年末に。うん。そう。だから私もなんかこう、後ろ向きなことじゃなくて、ちゃんと、この、自分を信じて、前向きな発言をして、それをちゃんと実現させるっていうことを、なんか、しっかり言霊に宿していきたいなって、思った決意でございます。うん、よ、素晴らしい。難しい字に挑戦したね。ね、思いつっちゃったんでね。で、これやっぱり挑戦して、うん、きちんとここに、はい、書いたんですね。書きました。宿しました。いいですね。ありがとうございます。はい、ということで坂田校長、小森教頭、生徒の皆さん、今年もPerfumeをどうぞよろしくお願いします。お願いします。恋の運命は。そして今日は生放送教室に占い師のゲッターズ飯田さんが来ているそうです。わー、ずるいずるいずるい。いいね、いいね、楽しいな。職室行ってもいい。行きたい。会いに行ってもいい。ゲッターズさんね、うん、なんか2021年はPerfumeの曲聴くと運気が上がるって、うんうん、なんか言ってくれてたんだって。聞いた。らしいね、うん、なんかいろんな人から連絡来たよね、それ。うん、だからその時にレーザービームを流してくれてたらしいんだけど、うんうん、ベッキーからもメールが来て、マジか、うん、こんなんあるよみたいな、だからPerfumeの曲聴くねみたいな、嬉しい、きっかけになってるすっごいみたいな、うん、でそんなんさ、自分が音楽をやっとってそんなことあるなんてって感じじゃん。確かに、うん、でも自分の運気がいい時は、うん、今だけだけ今だけだけ、ほんまにPerfumの曲をぜひ聴いて、そうね、みんなで幸せになりたい。うん、なんでちょっと今日も念押しでもう一回飯田さんその話をちょっとお願いします。よっしゃ、よっしゃ。